ブンブン。ハロー YouTube、どうもマサルです。今回は京セラのトルク X01 をご紹介します。発売日と価格ですが、発売日は2017年2月24日で、価格は 43,200 円となります。カラーはレッドとシルバーがあります。外観はこんな感じです。この端末にはサブディスプレイが搭載されていて、コンパスを表示することなどもできます。またこれは設定を変えることによって別の表示に切り替えることも可能になっています。あとこの端末は強度を売りにした端末ですので、4つの角を保護するためにバンパーなんかが取り付けられていて、傷が非常につきにくい構造になっています。あとカメラは1300万画素のカメラがついていて、オートフォーカスが高速なところを売りにしていました。ディスプレイは直射日光の下でも見やすいディスプレイになっていて、この辺アウトドアユースをかなり意識した仕様にされているようです。キーはハードウェアキーとなっていて、グローブをつけていた状態でも押しやすいように一つ一つのキーに凹凸がつけられています。あとスピーカーなんかにもこだわっていて、とにかく大音量で音を聞きやすいようなスピーカーになっています。なので周囲、例えば風だとか雨なんかの音で音が聞きづらいような状態でもかなりくっきり音を聞き取れるようになっています。あと面白い機能としては、ブザー機能としてホイッスルや熊よけの鈴の音を鳴らす機能も搭載されています。スペックはこんな感じです。 CPU は 1.1GHz のクワッドコアで、スマホではないのでこれだけあれば十分高速に動きます。と重量は約 182g ということで、スマホ並みに重いんですが、バッテリー容量はスマホの半分の 1500mAh となっています。ただこれはスマホではないんで、 1500mAh あれば十分実用的な容量になっています。最後に簡単にまとめると、間違いなく最高にタフな端末に仕上がっていました。デモではドラム式の洗濯機の中にこの製品を入れて回すデモなど行われていて、とにかくタフさをアピールしていました。あと発売時期が2月末ということで、雪山での使用なんかも想定している端末ですが、もうスノボーシーズン終わってしまいましたよね。もう少し早い時期に発売されていた方が良かったんじゃないかと思います。あと値段はやはりスマホほどいろんなことができる端末ではないので、それを考えると4万3000円という価格はちょっと高いんじゃないかなっていうのが個人的な感想です。今回は以上です。